皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はブルース進行と呼ばれるこの12小節のコード進行を皆様にご紹介させていただこうかなと思います。まあ、そんなに難しくはないコード進行なんですけれども、これができるようになると、なんかセッションとかできるようになりますし、なんかこうジャムセッションみたいな、なんかそういうのに参加できるようになるんですよ。で、それの上で、またさらにこうアドリブとか上手くなっちゃったりとかもするかもしれませんし、まあ、単純にギターが楽しくなっちゃったりするかもしれないので、よかったら覚えてみてくださいませ。ちょっと簡単に弾いてみると、こんなんです。ああ、そういうの聞いたことあるわっていう感じになると思います。ちょっと弾いてみます。ブルース進行。こんな。Thank you! みたいな感じの、なんかこういう音を聞いたことあると思います。まあ、これがそのブルース進行ってやつでございます。そんな難しくはないので、ぜひお気軽にトライしてみてくださいませ。とりあえず、物事を覚えるのがちょっと苦手だぜという方は、紙とペンを用意していただいて、このコード進行を書き写してください。1段目に ADAA、2段目に DDAA、3段目に EDAE。という感じです。ADAA、DDAA、EDAE、こんな感じです。で、もしコードとかいろいろ覚えてるよという方はですね、全部セブンスをつけていくと、すごく良い感じでございます。セブンスがわかんないという方は、ナチュラルにこうオープンコードでも構いませんし、あとパワーコードで弾いてしまっても構いません。本当にこの辺、マジ、すげえ自由です。すごい、本当に自由、すごい、縛られないフリーダムです。赴くままにやってみてくださいませ。とりあえず、今回はすごいシンプルにパワーコードでまず弾いてみましょうか。パワーコード。A のとき、5弦の7フレットと6弦の5フレットを2箇所押さえて、ブンブ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 と弾いていきます。これが A です。A と出てきたらこれを弾いてください。で、その次 D。D はこのまま指を1個下にずらします。5弦5フレットと4弦7フレットって感じですね。A の1本弦ずれたバージョンっていう感じです。これが D です。あともう1個、E が出てきたら、E が出てきたら、D のこのフォームを2個、こっちにずらしてください。2フレット上げてください。そうするとこれが E です。もう1回、6弦の5フレットと5弦の7フレット、これが A です。1個弦がずれたバージョンが D です。で、D から2フレットこっちにずれると E です。これをアルファベット1個につき、分布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 と4分布していきましょう。分布を4回です。分布4分布。A で4分布、D で4分布。で、ここは A が2つあるから8分布ですね。やってみましょうか。こんな感じです。ワン、ツー、サン、シー、分布、ツー部、三部、四部、一部、二部、三部、四部、一部、二部、三部、四部、一部、二部、三部、四部、二段目。三部四部一二三四部どんどバンドどんどバンドどんどバンドで、その次 E 行きます。おらー、いいことよっしゃー。で、その次2フレット上がります。 OK。 で、その次 A に来たら OK。 最後は E で、よし、見くりやぜ。こんな感じです。このコード進行が、ブルース進行というやつでございます。本当に今のを覚えてしまえば、なんかこうサークルとか、もしくはそのライブハウスとかのジャムセッションに参加することができます。ああ、僕、A ブルースちょっと参加したいんですけどみたいな感じで、A ブルースやるよなんていう時に、そのね、ちょっと僕も参加したいですみたいな感じで、本当に参加することがマジで、可能でございます。リズムに関しては、今、分布でやりましたけども、もしかしたら、その、イーブンの8ビートって言い方するんですけども、もしかしたらタカタカかもしれない。ズン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 、そうですね、ズン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 リズムだったら、1小節、アルファベット1個につき8ズンズン、8ズンズン、8ズンします。ズン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 。12345678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 123456
けた感じで、ズンズンで弾くときもありますが、この辺はまあ本当に空気を読む感じです。その周りの方々のリズムとかを聞いて、今回はブンブなのかな、それともズンズンなのかなみたいな、もしくはもうちょっと違ったリズムの方がいいのかなみたいな感じで、本当に自由な発想で、いろんなリズムを作っていただければ嬉しいなという感じでございます。こんなブルース進行、どうでしょうか。で、これを覚えてしまうと本当に、何度も言いますけど、本当にセッションができるようになってしまいます。もうリズムをいろいろこうね、変えたりとかして、いろんなセッションを楽しむことができると。で、さっきも言ったように、セブンスを知っている方は A7 スとか D7 スとか E7 スまで弾いていただくと、またこうね、表現力が増えるなという感じでしょうか。あるときはセブンスコードで弾いて、あるときはパワーコードで弾いて、あるときはナチュラルなオープンコードで弾いてみたいな感じでいろいろバリエーションをつけられると、そこ面白いなと思います。で、最初このブルース進行、コード進行を覚えて、その次にこう気をつけたいことっていうのがちょっとありまして、リズムとかをその空気読んで合わせるのはもちろんなんですけれども、それよりも気をつけたいのが、迷子になることです。ロストなんて言い方をするんですけれども、ロストするのが一番怖いところでございます。迷子になってしまうと。まあ、単純にその用意せーのドーンでここ頭からその弾き始めたんですけれども、途中でどこ弾いてるか分からなくなってしまって、やばい、迷子だという状態。これ、最初、すごい怒ってしまいがちなので、気をつけてくださいませ。しっかりと頭の中でこう、ね、コードの名前を意識しながら弾いたりとか、もしくは目で追いながら弾いたりとかして、まずこの12小節の一くくり感を体になじませていただけると嬉しいなという感じです。iPhone とかに、なんかこう自分のこの分布とか、ズンズンとかを録音して、なんかそれに合わせてなんかコードを弾いてみたりとか、もしくはそのペンタトニックスケールとか、なんかこうスケールとアドリブをしてみたりとかして、何回も何回もこの12小節を繰り返して弾くこと、聴くことが大事です。弾いて聴く。そうすると不思議となんか体がこの12小節 の, このまとまり感というんですかね、なんかそういうのを体得してくるので、全く意識してなくてもロストすることはほぼなくなります。これマジです。何回も弾いて、何回も聴いていると、もう12小節 の, この魂みたいなね、なんかブルース魂みたいなのがその皆さんの心に宿り着いて、もう何回弾いてもこうロストしない、もう迷子にならない、もう僕はいつも迷わないみたいな感じの、なんかそういう感じになるので、ちょっとそこまで繰り返し練習することが大事だということは僕は言いたいわけでございます。ブルース進行どうでしょうか。で、まあ、ちょっ と, 分布とかズンズンとかいろんなリズムを紹介させていただきましたけれども、次の動画で、まあ、実際にどんな感じでセッションしていくのかみたいな要素をですね、ちょっくらお見せしてみようかなと思いますので、ぜひそちらも参考にしてみてくださいませ。とりあえず、ここではブルース進行の12小節のコード進行を覚えること、そしてずっと弾いててもロストしないこと、この2つを目標にしていただけると嬉しいなという感じです。で、実際のセッションの様子をご覧いただいて、こんな感じでセッションするのかと参考にしていただけますと幸いという感じでしょうか。はい。そんな感じです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。次の動画ではセッションしていくぜ。頑張るぜ。さようなら。また違う動画でお会いいたしましょう。じゃあね。バイバイ。